はい、どうも、どうも、トゥーキューどうも、やめっちゃねー。はっということで、ありがとうございます。7月の24日、91回目になりました。ありがとうございます。夜9時を回りました。ということでね、ちょっと前に言いました、影好みフェスっていうのをね、やってきまして、そちらはですね、池袋 FM という場所なんですけれども、そちらでね、公開収録、ライブ形式でですね、やりまして、それをね、YouTube でね、また俺がて、スマホで撮りまして、それ上げようとかなと思ったら、昨日間違えて消してしまいまして、皆さんに結構受けたの、俺的には結構良かったんですけど、めちゃくちゃ楽しくやれたんですけど、それが動画でアップできないっていうね。なんで池袋 FM でやってる影子のみという番組でね、そのラジオはね、上がりますんでね、また YouTube でも上がると思うんでね、またそのうち聞いてみてください。楽しくやっております。会話の主導権俺が握るっていうね、途中からね怖くなっちゃって、めちゃくちゃ怖くなってね、いやもうね、ラジオの番組っていろいろカラーがあると思うんです。ただこのやっぱね、その影子のみさんの番組っていうのはこうなんかこうゆるーくダラダラ喋る感じが楽しいみたいな番組なんですよ。ちょっと俺無理なんですよね。しかもね、目の前にお客さんがいて、一番前のお客さんの端っこがあくびしたりしてるんですよ。あと足バタバタしてたりとか、子供いる人は多分分かると思うんですけど、飽きてんですよ明らかに。アイドルさんのお目当てのアイドルさんの、出演が終わったからすることでからね、飽きてんですよね。そんな中やらなければいけない、喋らなければいけないっていうので、もう怖くなっちゃってね、俺がね話題をねちょっと取りました。そんな中やっておりますね。はい、ということでね、何の話でしょうか。他局さんの話をいっぱいしてしまいましたけども、よろしくお願いいたします。ということで、で今日は、特別回になっております。ゲストの方が来ております。イエー、ありがとう、もう声出したね、ありがとうございます。ね、まあ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 、僕らっていうか僕とかね、池袋、またすいませんね、池袋 FM の話ばっかりでね。で、ね、虹をつかむ男をやってるんですけど、アシスタントココさんやってますね。そう、そのココさんの弟子でございます。ちょっと、お名前お願いします。はい、ココさんの弟子やってますビビです。お願いします。はい、お願いします。この深谷の町にやってまいりました。格好ね、ちょっと顔出しとかやってないんであれなんですけども、格好がね浮いてるよ、もう都会から来ましたみたいな感じになってますけども、都会から来てない、上尾から来てるからね。上尾です、上尾市民でございます。同じ埼玉でございます。ということで、ね、今日はねこのゲストをお迎えしていきますんで、よろしくね、お願いします。はい、というわけで、今週はですね、ココさんを、あ、ココさんじゃない、ココさん、ココさんの弟子のビビちゃんを、ゲストにお迎えしております。よろしくお願いいたします。はい、ということでね、ビビちゃんはまあまあこれからね、ちょっとまだね弟子ということで修行中ということで、ラジオをね、はい、おしゃべりしたいということで、来ておりますね。よろしくお願いします。緊張してる？緊張してます。ドキドキしてる？すごく。そうなんだ。でもね、まあまあまあ、もう他の番組にはね、ちょっと池袋 FM で申し訳ないですけどね、うちの番組ね、虹をつかむ男に関しても出てますし、まあ他もねちょいちょいこれからね、ココさんの、やってる番組、ね、アシスタントで入ったりとか、はい、ね、グループラインにも入ったということでね、そう、仲間に入りました。翼くんって子がいるんですけども、翼くんが兄弟子になったっていうことでね、で、はい、よかったね、もうそういう感じでね、もう安心だって、お兄さんがいるってことでね、兄さんがいるってことでね、はい、あ、でね、はい、この番組初です、こんなにメッセージが来たの初めてです。宣伝してくれたんでね、フィビちゃんがね、いっぱいね、はい、言ってくれたお友達とかに、メッセージで、まずはね、これリンタロウさんかな、ラジオネーム。ね、りんたろーさんから、ビビちゃんのトーク楽しみとね、最近暑くて毎日だるくて夜しか寝れません。ね、まあまあ大体みんなそうじゃない、なね、働いてればね、まあまあ昼寝する人もいるか。うん、何か元気が出るスノーマンの曲を聞きたいです。
ね、ビビちゃん選曲お願いしますということでね、言われたんですけども、はい、凛太郎さんお知らせがあります。Apple Music を、この使ってるんですけども、ジャニーズさん系入ってません、残念です。残念です。はい、ということで SnowMan ね、ファンなんでね、うん、そうなんです。 SnowMan さんのね、そうなんです。誰のファンでしたっけ。私ね、目黒蓮なんです。はい、目黒蓮さんね、蓮、はいはい、さんのファンでファンクラブ入ったと。入りました。すごいよね。旦那に内緒で、旦那さんね。そうそう、結婚してらっしゃるからね。そうそうそう、はい、入りました、ね、4ヶ月後に言いました、旦那に。ああ、そうなの。って言いました。ってびっくりしてた。俺がいるのにみたいな感じで。そう、あ、スノーマンのファンクラブ入ったんだみたいなね。うん、あ、でもそうするとね、ライブとか行きやすいもんね。行きやすい。うん、そっかそっか。ということでね、じゃあ凛太郎さんもじゃあそれ知ってると。そうなんです。じゃあ一緒にこの行けたらいいね、スノーマン。ね、行きたいです。チケットがね、あんな人気者だからね、取れないかもしれないですけどね。行こうね。行けたらいいです ね、スノーマンね、うん、はい、スノーマンで何の曲が好きなんですか。何でも好き。っていうかさ、あれでしょ、うん、多分目黒蓮さんが好きで曲、そう、もう聞いてない、曲あんまりもう、うん、ドラマとかの方が聞いてないって言って聞いてないっていうか、そうそう、蓮さんが好きだから、そうなの、もう曲も全部っていうことね、曲とかじゃないの、うん、そう、曲は何でもいいの、うん、ね、まあ、テレビもやってるしね、そうそうそう、それスノとかね、うん、いろいろやってるからね、うん、かっこいい、そっかそっか、まあまあね、あの人がファンだという、そうです、ね、俳優さん部門が好きみたいなね、特にね、そうですね、だ出てるドラマとか、なんかこのドラマ良かったなってある？でもやっぱサイレントじゃないですか。おお、サイレント。うん、泣いちゃう。泣いちゃうんだ。泣いちゃう。どんなドラマか俺ちょっと見たことないんで知らないんですけども。かっこよすぎて泣いちゃう。あ、そうなのね。かっこいいドラマね、そういう感じなんだ ね、うん、ね、ごめんね、俺ちょっと見たことないんでちょっと話が広げられないんだけど、はい、ということで、ね、次いきます。、はい、綾瀬ママさん、綾瀬ママさんはですね、はい、顔にたくさん汗をかきます。化粧してもノーメイク状態、何か対策はありますか。これでは化粧品がもったいないですと来てます。綾瀬ママさん、ありがとうございます。はい、ということで、何か対策ありますかって、顔に汗いっぱいかいたとき、顔に汗かいたら、ね、うん、かいたりとか、ね、夏場はだって女性はみんなそうでしょ、多分そうです ね、メイクしてたりすると部屋から出ないか、うんうん、特殊メイクするか。特殊メイクって何。特殊メイクって何ですか。貼り付けようよ。え、貼り付けよう。貼り付けるってどういうこと、うん、ペタペタって。何ペタペタって、ラジオだからペタペタって手でやってるけど分かんないけど、うん、粘土でさ、粘土で、粘土とかでくっつけちゃえばいいんじゃないかな。いいのね、それで出ちゃう、分かった、いい、じゃあそれでいいのね。怖いよ、お笑い、お笑い的には、お笑い的にはね、まあまあそれでいいならいいんだけど、うん、まあまあとりあえずね、だ、まあ、あんまり汗をかかないようにすると、うん、するというか、かかない、かくようなとこに行かないっていう、ね、大丈夫、汗かいても可愛いから、うん、まあそうだね、うん、うん、そうだね、うん、ママって言ってるぐらいだから、パパもいるだ、綾瀬パパもいるはずだから、綾瀬パパかっこいいよ、うん、あ、そうなの、かっこいい、あ、そうなんだ、じゃあよかった、みんなかっこいいよ、汗かいてたら、うん、パパが、パパ、違う違う違う、ママが汗かいて困ってるっての、ママさん、うん、パパさんに、そう、汗かいてもね、うん、かわいいよと、あ、そうそうそう、そうそうそう、かわいいよ、ね、かわいいじゃんっていうことをね、どんどん言ってあげると、気にしないでっていうことでね、そうよ、言ってほしい、はい、ね、言ってほしい、ということで、綾瀬パパさんね、言ってあげてください。聞いてるかどうかわかんないですけどもね。そういうふうにね、ビビちゃんが言ってたよと言ってください。はい、そして差し出しに、この方はですね、はい、ビビちゃんラブさんですね。おー、誰だろう。ビビちゃんラブさんは、ビビちゃんのギャハハの笑い声、いつでも、いつも元気をもらっていますと、今日のトークも楽しみ、頑張ってねということでね、イエーイ。リクエストはこれもなんかあれだな、これあの輝く竜って書いてあるな、なんて言ったの、ちょっとごめんなさい、俺分かんないんだけど、太鼓の演目かな。ああ、そうなの、あ、太鼓ね、お子さんが太鼓やってるんですよね、そう、和太鼓ね、うん、どんどんどんね、それかな、うん、じゃあ ね、じゃなくてって書いてある、言ってよかったのかな、じゃあ言っていい、これストーンズですね、ストーンズの、ウィップザットね、ということでリクエストいただいてるんですけど、申し訳ございません、アップルミュージック、ジャニーズ入ってません、あ、ジャニーズとは言わないの今ね、そう、スマイルアップですか、そうです、ちょっとよくわからないんですけども、ということでね、その辺リクエストはね、ちょっとね、ビビちゃんが今あのね、選曲をしたのが今日かかりますので、そちらを皆さん聞いていただきたい、代表してね、はい、という感じでございます。ね、笑い声が元気をもらってると、ね、人気者だね、ね、よかったね、困った、
困ってねえよ大丈夫だよ困ってんのは今何喋ってるか分からなく困ったんですよ ね困ってないこの皆さんいただいてんだからちょっとお礼を言っといてくださいねせっかくなんでね、もう本当ねここに来るまでねどれぐらいメッセージが来てるかって分かんなかったんですよ。本当は分かるんですけど、うん、ちょっとあの俺の方にね来てなかったんでちょっと分かんなかったびっくりしたね。でもこんなにねいただいて、まだまだ本当ありますんでね、まあ、今週来週分もね取っとかないといけないんでね。はい、ということで、よろしくお願いします。今日はね7月24日なんで、ね、これねなかなか語呂合わせですね懐かしいということでね卒業アルバムの日なんですね今日ね。へえ、なんかあります？卒業アルバムって思い出ある？卒業アルバムね、うん、実はね、うん、俺とビビちゃんは同じ高校卒業してるんですよね。あ、言ってよかったっけ？いいよいいよね、いいよ、ここの名前言ってないからいいよね別にね、言わないで、うん、転校してるけどね。そうあなた転校して、ビビちゃん転校してんだけど、そう俺はストレートだから別に。やめてくれるのか転校してるってだからなんかそういう深い意味じゃないけど、そうだからほら あっちの高校 あっちねって、ね、お友達がほらいっぱい聞いてるかもしれないから、そうね、ちゃんと卒業した方ね。内緒かどうか知らんけどね、まあ埼玉県内だからね。そうそうまあいろいろありましたね。まあ何年も間空いてるけど、めちゃくちゃ空いてるけどね、10年以上空いてるんじゃないだから。え、そうだね、うん、まあそんな感じでね。だから学校は一緒だけど、だって俺の時はだって本当に高校の目の前にパチンコ屋があったんだから、で大体あのパチンコ行くといるぞっつってみんないるんだから、そうだ、何しに来てんだっていう話ですけどそうそんな感じでした。懐かしいです ね。そうだ、俺なんかはもう本当に卒業アルバム見てもう本当何人かしか会話してないから、あんまり懐かしくないとか見たことあるっていう人はいるんだけどね、そうね、だからあの1年入ってすぐの時にいた人たちっていうのは結構ヤンキー列伝みたいな感じになったけど、みんな卒業アルバムに乗ってないからあ、でもそうだった、そうだった、ね、で結構高校って、でもこの辺埼玉って結構あるよね、そういうのね。それも思い出だよね。思い出です、そう、ほんとね、バイクで来ちゃうんだからみんなね。私も行ってたよ。私もか、そっか、私もバイクで行ってたよ。そう、ビビちゃんもね、今日ちょっとね映ってないけどね本当にね、うわ東京から来たなって感じ、東京から来ましたって、本当あげようですけどっていう感じがねちょっとね出ちゃってますけど、ズボンがビリビリなんですから本当に縫ってあげようかって言われちゃうよね。そう、はい、ということでもう時間になっちゃった。今日のね曲ね、はい、ビビちゃんが選曲してくださいました。今日の曲は何でしょうか。深い曲でございます。あ、ベニー系の、そう、ベニー系さんでございます。ね、曲のタイトルは、ね、ドリームランドです。はい、その曲ね、なんか思い出があったりするのかな。はい、そう、うん、バイクのつながりですけど、私バイク乗るの好き で、うん、で初めてケンチャリを取って、うん、あ、そうなのね。そう、じゃあとりあえず後で聞きましょう。じゃあ聞いてください、どうぞ。はい、ということで、ベニー系さんでドリームランドでした。ありがとうございます。はい、なんかね、遊園地みたいね。なんだろう、コカ・コーラだね。そう、コカ・コーラだね。コーラの CM だったのね。うん、で途中まで言いかけちゃったけど、どうでした、この曲の思い出みたいなやつは。ゲンチャリで初めて、うん、友達5人と、うん、みんな女友達と、うん、海に行ったんですよ、私。うん、でその時にかけてた曲なんですけど、うん、なんで海に行ったかっていうと、ほうほう、友達の一人が、うん、彼氏と別れちゃったって言って、でほうほうほう、この夏絶対に、ね、うん、彼氏が欲しいって言って、あ、はいはい、そう、うん、で海にナンパされに行ったんですよ。あ、そっちね。そう、まあ、女の子だからね、今度ねナンパじゃなくてね。で私彼氏がいたけど、うん、なんでついてったかっていうと、うん、当時まだガラケーでナビとかゲンチャリにはついてないから、リンゴの表紙の地図を 見れるのが私だったんですよ。あ、まあ、紙の地図ね、紙のタイプの地図を見れるの、はいはいはい、女の子ね、なかなか見るの大変だからね。そう、うん、で私はただのナビ役で行ってました、うん、ビビじゃなくてナビで行ってました。ああ、そういうことね。そういうこと、はいはいはい、で雑に扱われて帰ってくるんですけど、どういうこと、そう、どこ次道みたいな、はいはいはい、全然ついてこないみたいな、そんなんで、うん、わちゃわちゃだったのがなんかすごい思い出なんですけど、うん、あ、でその時に この曲で、ね、かかってたりとかね。そう、もうなんかね、それで、そうで日焼けサロンにね当時みんなこう通ってたんだけど、うん、でみんな黒ギャルだったんですよその時、うん、で、うん、海行って、うん、じゃあナンパされようってなるじゃないですか、うんうん、でそしたらみんな白ギャルをナンパするんですよ、男は。あ、流行りがそっちになってきた。流行りが終わったんですよ、変わってきた、黒ギャルの。そう、時代が終わった。そう、うん、で、うん、みんなサンオイル塗って海に行ったのに、うん、
帰りは日焼け止めを塗って帰ってくるんですよ白ギャルになるって言って、もうかわいそう、もうそっから無理じゃねえもう散々焼いてて、まあ、来年だよね多分じゃあ来年だねって、そうそういうことね、そう、そんな思い出がありますよ。そうね、そう、こうね、時代はね、こうだからさ、ずっとそうかなと思ったら違うもんね。そうなんですよ。だからさ、ちょっと前かな、なんかほら女性だとさ、眉毛のさ、うんうん、なんか眉毛をタトゥーにするみたいな流行ってたりするでしょ。あれね、うん、そうだね。だからさ、うん、あれってさ、流行ってんのはいいんだけど、うん、ほら昔はなんかすごい細くさ、なんか、うん、なんかペン一本でふーって描きましたみたいなのが流行ったりとかさ、ただ逆に今度は自然にこうなんか一本眉みたいなね、そうそうそう、なんかあんまりいじらないみたいなね、うん、あれさ、あんなんやっちゃってさ、元に戻せなくなっちゃうみたいな。そうなんですよ。毛をさ、いっぱい抜いちゃう人とかも昔はいたじゃん、細くするために。いました、いました、ね、そう、男の人でもここなんだっけ、ここの生え際、あの鬼剃りとかでしょ。でも剃ってたら剃るのがめんどくさいからって抜いちゃうでしょ。ハゲちゃうから、そんなこと言ったら M 字ハゲになっちゃうから。大丈夫なの、あの今でいうクッキーさんとかやってるよね、テレビって。そうなんですね。そうそうそう、ここのなんかこの鬼剃りみたいな、ね、そうそう、こう昔のヤンキーみたいなね、それ大丈夫みたいな、ベジータみたいになっちゃうやつ。そうそうそう、おでこをね、あ、それを ね、そうそうそう、だからああいうのってやっぱ若気のいたりというか、あんなしなきゃよかったなとか ね、あったりするかもしれないよ ね、ちゅう話でしたね。そう、かね、あのそのギャルもね、やっぱこう移り変わりが ね、あるよね。っだって元色黒いから白ギャルも慣れないでしょ。慣れないんですよ、うん、だからみんな日焼け止め塗ってるけど、サンオイルみんなのもらって帰るみたいな、うん、そうそうそう、だから多分あのみんな自然にこのギャップになるんですよね。なんかちょっとギャルっぽいのにっていう、多分なんかこの、ね、メッセージ、ね、今いただいてるんですよ、はいはい、この千鶴子さんね、お、はい、千鶴子さんからの、ね、メッセージで、ビビちゃんこんにちはって来てますよ。こんにちは。もう 俺にはこんにちはと何にもない、ね、まあいいんですけど、こんばんはですよ。いいんです、いいんです、あ、こんにちは、こんばんは。そうそうそう、ね、そうだ ね、送った時はそうだったんだ ね、ビビちゃんこんにちはと、料理上手なビビちゃんに夏を乗り切る最強レシピ聞きたいです。最強レシピ、うん、何作ろうって言います。何作ろう、はい、うん、でもやっぱりさ、うん、暑いからね、豚の生姜焼きが一番だよね、うん、あ、そうなの、うん、あ、まあまあ男の子はね、その方がね、うん、うん、いいよね。なんかそうめんとかさ、 あっち系が多くなるじゃないですか、うん、イメージね。そう、そう、俺もあんまりそうめんってあんま好きじゃないっていうか、あんまりあんま食べないんだよね。そう、どうしてもね、俺おばあちゃん家、お墓参りに行ったら、うん、毎回そうめんみたいな、うん、そうそうそう、うん、でうちの親父が本当にお前ん家にって、実家ね、うん、お母さんの実家に行くと、うん、お前ん家に来るといつもそうめんしか出ねえなって言ってなんか言ってたの、俺が覚えてるからね、うん、そうそう、大人になっても覚えてるから本当に ね、やっぱ子供いるでしょ、だから親が言ったことって子供ってずっと思い出すんだよ。だから変なこと言わない方がいいんだよね本当俺もお前ん家はっつってたもんだっ ていつもそうめんしか出ねえなとか言ってそれずっと思って、確かにそうめんしか出ないんだけど、うん、まあ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  ね、それ言っちゃいけない、そういうことね、言っちゃいけない、悪いことは言っちゃいけない。そう、子供を覚えてて言うんだよ他の人に。今俺ってそれをもう何十年も前に聞いたやつを、俺がラジオで喋ってんだからそれを、なっちゃいかんよね。はい、ということでね、はい、なんちゅう話でしょうか。とりあえずあなたね、千鶴子さん豚の生姜焼きがいいぞっていう話ですね、はい、いい生姜入ってるしね、なんかいいよね。そう、うん、さっぱりするしね、さっぱりする、はい、ということで、深谷の、あ、そう、ビビちゃんは、はい、そうなんです、なぜこうね、この番組出てもらったかというと、実家がね、熊谷なんですよ。あ、です、です。はい、あげようが、あげようがどうこうって言ってたんですけども、あ、そうそうそう、熊谷でね、お父さん、お母さんいまして、で、まあ、ね、一応ね、こっちの方もうろちょろし、いつもね、そうそう、してるでしょ、やっぱね。うん、そんなんもあって、深谷のいい場所、ちょっと知ってたらな、なんて思いまして、どっかありますかっていう話でございます。いっぱいあるけどね。うん、まあね、ちょいちょい来るとね、私、そう、うん、私でもパンが好きなんで、パンね、うん、そう、うん、で、よく行くのは、うん、花園フォレストさんの、ほう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 、そう、なんか ね、パンも美味しいんだけど、うん、建物が、うん、建物なんだよね、建物が好きで、うん、行っちゃうんですよね。あの周りにこうお花がね咲いてるんだよね。あ、そうなの。そう、素敵だよ。そのメルヘンな感じがそういいんだ。このみなりでね、そういうの好きなの。うん、いいんじゃない？それは。そうなの、うん。好きでよく行きます。そうなんだね。うん、じゃあそこでじゃあそのパン屋さん、はい、パン屋さんでパン買って、うん、まあそれみんなで食べるみたいなね。そうですそうです。超美味しいんで。何パン好きなの？何パンが？でもバームクーヘンが一番美味しいかもしれない。パンじゃねえんかいっていう話ですけどもバームクーヘンね。バームクーヘン、はい、パンじゃないの？パンなの、あれ。
あれパンなの？でもパンじゃないの。あれって何、発酵させたりするの？なんかパン生地をみたいな。生地でしょ。あ、そうなの。あれぐるぐるこうやって回してる。ごめんなさいね、俺もあんまり詳しく知らないからパンだと思ってた。違うのか。そっかそっか。まあまあそんな感じでね。そ、はい、その、何でしたっけ、ブルーフォレスト。違う、なんだっけ、花園フォレスト、花園フォレスト花園フォレストさんにあるそのパン屋さん、はい、ブルーエンカウントでしたっけ、何でしたっけ、なんだっけ、パン屋さんの名前、お名前、フォレストしか知らない。ああ、パン屋さんちょっとわからないけど、うん、まあ、その中に入ってば、その中が全部パン屋さんなの、うん、あ、そういうことね。ごめんなさいね、俺がちょっと全く知らなくてあんのかな、ね、もしかしたらお店の名前があるのかな、わかんないけど、まあまあごめんなさいね、これ調べね、俺勝手に言ったもんだからね、うん、はい、ということでちょっとあの気になる方もしいたらね、そこのパンが美味しいということ で、 美味しいです、ね、ちょっとチェックしてみてくださいね。あのパン屋さんつってもそのバームクーヘンが美味しいらしいけどね、はい、やっぱパンも絶対美味しいだろ、そんな美味しい、美味しいんだけど、うん、一番衝撃的だったの、そう、ね、そうなんだ、食べた時に美味しいってなったの、やべえと思ったんだ、やべえってなった、うん、あ、そ う、 そう、という感じでございます、はい、ね、お願いします。まだちょっと時間あるね、クイズ行きます、クイズ、クイズ、いいよ、クイズ、なんか出してください、じゃあ私の、うん、そう、質問するの、ビビちゃんクイズ、ビビちゃんクイズ、私のクイズ、うん、じゃあそうだな、足のサイズとか知りたいか、足のサイズかどうだい、別に別にどうだい、これリスナーさんも考えられる、大体でも女の人でも24前後24、5ぐらい、うん、3も入る、うん、どうなんですか、やめましょうか、じゃあそれは何がやめとく、やめとく、答えだけ言って気持ち悪いから24.5 ですなんか大体、まあ大体そうだよね、そうなの、まあまあ女性の方も分かんないけど、 それぐらいね、うん、そう、でも高高だからね、うん、大きいのかな小さいのかなっていうね、うん、まあ普通、普通ですそう、だからやめます、なんでクイズしたなんでクイズしたんだ、なんかこう、あ、まあ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 、じゃあ私の出身はでいいんじゃない、出身、出身か、うん、出身ね、どうだろうね、生まれだよね、とりあえず一旦ね、ブレイクします、どうぞ、はい、はい、ということでありがとうございました、ちょっとね、途中だったよね、うん、出身地どこですかってことでね、はい、よくあるのはね、インドの山奥みたいなね、待って、ハードル上げないでね、修行してるみたいなね、あと何もう、何あるとしたらもうね、その国籍不明みたいなね、うん、キラーカーさん的なね、ね、国籍不明って言いながら、ね、東北弁とかね、よくありますよねはい、ということで、あと何だろうね、ね、ちょっとね、そうなんですよ、ちょ、ラジオだと分かんないですけど、ビビちゃんはハーフなんですよね、パフっぽいんですよ、うん、うん、そう、うん、だから、どこでしょうって話ですよね、うん、はい、ね、そうだ忘れてた、うん、得意、あ、まあいいや、じゃあ答えじゃあ言っちゃいましょうかそうそう、時間がないんだ俺、よく分かったら、そう、私ね、フィリピン人なんですけど、うん、はい、そう、はい、そう、フィリピン生まれで、そう、生まれて育ちはこっちだってことね、そうです、そう、今はねもう全然うね、あれですけど、ね、うん、その当時は目立ったからね、多分ね、ね、ですね、真っ黒だしね、大変だったよね、多分ね、大変だった、うん、まあ、あんまりそんな言ってもあれだから、うん、今は楽しくねやってるんで、ということで、フィリピンパブのお姉さんの真似ってのができるんだよねできないよ、普段何してんの、ペルピンにいるよ、いつも、うん、いるの、いるよ、う、うん、なんか美味しいもんある、ないよ、ないのスルメ、スルメ作ってねえじゃん、作ってねえじゃんか、うん、そうだよ、まあ、それでちょっと適当に振んないでよ、雑だよ、雑だよ先輩、いやいや、だからさ、そのパターンをいろいろ決めとかないとさ、ね、いけないよね、だ俺がいっぱい質問してさ、ね、まあいいか、うん、ね、そんなこと本番で言ってる場合でもない、ね、ということですね、正解、宣伝です、宣伝です、はい、宣伝、ビビちゃんの宣伝をお願いします、はい、まだ始めたてなんですけど、はい、インスタでビビちゃんページを、うんうんうん、やってます、ビビちゃんで検索をかけると、うん、出ると思います、そう、出ると思います、 BIBI でね、ね、そう、 BIBI ね、ココさんが VOVO って言ったっけ、うん、VIVI って言ったっけ、VOVO って言ったの、 VOVO って言ったね、そう、ボボじゃんって、ボボちゃんって言ってた初対面で多分ボボちゃんって、そう、2分ぐらいでボボって言われた、ボボ、本当ボボブラジルだから、あと
まあ、なんか結構地方だとボボってこれあれじゃないっつって、あの結構あのやらしいやつの意味じゃないみたいなね、あいろいろあるんですよ ね, ボボちゃんね、そうボボちゃんじゃねえんだよだからビビちゃんね。はい、ということでビビちゃんで検索をインスタでやってますから、あとインスタ、ツイッターもやってるか、うん、とりあえず、まあ、一番わかりやすいのはインスタがいいなっていうことでね、うん、何かありましたらねこのお仕事もあげてください、ね、あげお FM 出たいねとりあえずね、あんまり言っちゃいけなかったか。言っちゃダメだよ、はい、そうそう、まだ何も決まってないんだよね。決まってない決まってない、そうそう応募してます、してます、ね、はい、そのための修行です、応援してね、はい、ということでまた来週です、ありがとうございます。ということで、ありがとうございました、チャンネル登録そして高評価お願いします。そしてカウノチャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ。別の動画も見てね。